私は子供の頃、ある時母親が三面鏡を買ってきて、それを使い化粧をしたりしていて、三面鏡に母の顔がそれぞれの鏡に鉄の角度で映っているのがなんとなく面白くて、私はよく母の後ろで見ていたのですが、ある時いつものように母が化粧をしているのを見ていると、左側の鏡に映っている母の顔と目が合う。そして私に笑いかける。なんてことはないのですが、私の母は普段あまり私に対して笑いかけることがなく、よほど機嫌がいい時か、誰かお客さんが来てる時くらいしか私に笑いかけないので、なんだろうと思い、何気なく他の2枚の鏡を見ると、母は全く笑っていない。あれ？と思い、左側の鏡を見ると、他の鏡と同じく笑ってない。あれ？とつぶやくと、母親が、何？と少し不機嫌そうに言うので、何でもないと答え、に間違いだったのかなと思い、また鏡を眺めていると、今度は左側の鏡に映っている母だけが、人差し指を立て、口の前に当てて笑っている。もちろん他の鏡はそんなことをしていない。ただ、このおかしな現象は母親は気づいていないようで、普通に化粧をしている。私と鏡の中の優しそうな母親だけの秘密のようで、しばらく眺めていると、化粧をしている母親から一本の糸のようなものが出ていて、それが三面鏡の左側の鏡につながっていることに気がつく。これは何なのかなと思っていると、左側の母親がこの糸のようなものをつまんで引っ張っている。少しすると糸がプツンと切れてしまい、鏡の中の母親がそれを鏡の中に引きずり込んでしまう。すると母親は化粧が終わったようで、三面鏡を片付けてしまい、結局今起きていたことが何だったのかよくわからないけど、またあの優しそうな母親に会いたいなと思うようになりました。次の日もまた母親が化粧をしているのを私は眺めていたのですが、しばらく鏡を見ていると、左側の鏡の母親がこちらを向き笑いかける。私は今日も優しい母親が来てくれたことがすごく嬉しくて、つい鏡に向かい手を振ると、化粧をしている母親が、何？今忙しいから後でね。と言う。すると左側の母親が昨日と同じように人差し指を立て、口に当ててシーッとしている。すると昨日と同じように化粧をしている母親から糸のようなものが出ていて、それが左側の鏡につながっていて、それを鏡の中の母親が引っ張る。ただ、昨日と違うのは、糸が昨日よりも太くなっていて、昨日は刺繍糸ぐらいだったのが、今日はタコ糸くらいの太さになっている。不思議だなと思いながら、その光景を見ていると、昨日と同じようにしばらくすると、プツンと糸が切れ、それが鏡の中に引きずり込まれる。するとちょうど母親が化粧が終わったようで、三面鏡も片付けられる。次の日も同じように母親が化粧をしているのを眺めていて、しばらくすると左側の鏡に優しい母親が出てきて、優しく笑いかけてくれる。そして前日より太くなっている糸を引っ張って、その糸が切れると化粧が終わり、
優しい母親と会えるのは終わる。そんなことが何日か続き、私も優しい母親を見れるのが毎日の楽しみになっていたのですが、ある日いつものように鏡を見ていると、糸というより縄を引っ張られている。化粧をしている母親が出前でもしたのか、上半身がふわっと揺れる。その瞬間、ブツッと縄が切れ、縄が鏡の中に引きずり込まれる。すると化粧を終えた母親が私に向かい笑いかけて、今日は学校に途中まで一緒に行こうと言い、一緒に家を出ました。その日は私と一緒に家を出て、途中まで送ってくれ、そのまま母親は仕事に行ったのですが、その時に手まで振ってくれ、こんなことは多分1年生の最初に少しあったくらいなので、驚いたのですが、すごく嬉しかったのを覚えています。それから母親はいつもの不機嫌さがなくなり、いつも優しくてちゃんと話も聞いてくれるようになり、学校も一緒に行けるときは一緒に通学して、別れるとき手を振ってくれます。ただ手の振り方やその時の表情が、あの三面鏡の左側にいた母親と同じように感じられ、もしかしたら入れ替わったとか考えたのですが、母親が優しくなったのでそれでもいいと思ってます。そういえばあの三面鏡はいつの間にか家からなくなっていました。